水川太郎山あロ、南東雑話県文、または、県門とは、奄美群島に伝わる妖怪。土地ごとに相違があるものの、おおカッパ童や沖縄の精霊であるキジムナーと、共通する外観や性質が伝えられている。古くは、江戸末期の文献、南東雑話に、水と記述される。相撲好きで人に会えば挑戦するとされ、画では頭に皿があって、カッパと同様な姿である。 かつては、人がを及ばさず木こりや、滝木拾いが運ぶのを手伝う、目撃は稀で、人家や人気の多いところから退散すると記される。別名、川太郎、山はロとの吹きも見え、天文の一種に、ウバーがあるとしている。昔と今では、天文の概念の変遷が生じている。すでに幕末の頃から、有益無害だという伝承は失われつつあった。時代を経るにつれ、 剣文は一転して危険で忌避すべき存在となった。木運びを手伝うなどの伝承は語り継がれなくなっている。剣文はカッパの原型が核となっている。金久忠しによって収集された伝承でもカッパ的要素が色濃いと評されている。また、本土のカッパ伝承が加わった部分も否めない。剣文はしかし水のせいでもあるが同時に木のせいでもあり。 沖縄に伝わる木の性、キジムナーとも多くの共通性が見られる。すなわち、海にも山にも目撃される。これは季節によって生息場所を変えるためと言われる。まず形状に限って言えば、体と釣り合いに、足が細長く先端が諸状だと言われ、頭の皿に力水を蓄えている。しかも、姿を変える能力を持っており、見た相手の姿に変化したり、馬や牛に化けたりする。 周囲の植物などのものに分けたり、姿を消して、行方をくらますこともできるとも言われる。見聞は発光する、または怪しい明かりを灯す、と言われる。これは、よだれが光るためだとも、指先に火を灯すためだとも言う。または、頭の皿が光るか、頭上の皿の油が燃えるのだとも、説明される。海にも山にも現れる、見聞日は、見聞町とも呼ばれている。 一部で伝わるところによれば、大きさは子供の身の丈のほどで、顔つきは犬、猫、猿に似ている。目は赤く鋭い目つきで、口は尖っている。よだれは悪臭を放ち、よだれが青光るのは臨成分によるという。髪は黒または赤のおかっぱ頭。肌は赤みがかった色で、全身に猿のような体毛がある。体臭は山芋の匂いに似ている。 ガジュマルの木を住みかとしており、木の精霊とも言われる。この木を切ると、天満ンンにたたられると恐れられる。天満ンンに、たたりの合うと、目を病んでしまう、または命を落とすこともある。魚や貝を食料としており、漁が好きで、夜になると海辺に現れ、明かりを灯し違和感で漁をする。夜に漁に出た人間が鉢合わせすることもある。特に魚の目玉を好む。 漁師が魚を取りに行くと、なぜか魚がよく取れたが、どの魚も目玉を抜かれていたということもある。カタツムリ、ナメクジも食べる。カタツムリは殻を取って、餅のように中身を丸めて食べる。ケ文の住んでいる木の根元には、カタツムリの殻や貝殻が大量に落ちているという。タコとギブを嫌う。タコの理由については、口述の起源を参照。ケンを追い払うにはタコを投げつけるか、 虚偽でも何か別のものをタコと称して投げるか、投げると脅すと効果がある。なお、キジムナーもタコが嫌いである。相撲好きな習性は、カッパやキジムナーと共通する。カッパ同様に皿の水が抜けると力を失う。相撲を挑まれた際に逆立ちをしたり礼をしてみせると、見聞もそれを真似るので、皿の中身がこぼれて退散する。悪口を言われることが嫌いで、大衆のせいか。 山の中で臭いと言ったり、へのことを話すことも嫌っている。県文は本来は、恩健な性格で、人に危害を与えることはない。焚き木を運んでいる人間を、県文が手伝った話や、タコにいじめられている県文を助けた漁師が、その例にも身を入れなくても米が出てくる宝物を、もらったという話もある。かけろまとでは、よく老人が口で県文を呼び出して、 子供に見せたという。しかしカッパと同じようにいたずらが好きな者も,もおり、動物に化けて人を脅かしたり、道案内のふりをして人を道に迷わせたりする。食べ物を盗むこともあり、戦時中に空襲を避けた人々が、ガジュマルの木の下に疎開したところ、食事を見聞に食べられたという話がよく聞かれた。その際の見聞は姿を消しており、カチャカチャと食器を鳴らす音だけが聞こえたという。 石を投げることもいたずらの一つで、ある人が海で船を漕いでいたところ、はるか彼方の岸に子供のような姿が見えたと思うと、船のそばに次々に巨大な石が投げ込まれたという話がある。山中で大石の転がる音や木が倒れる音を立てることもある。さらに中には性格の荒いものもおり、子供をさらって魂を抜き取ることがある。魂を抜かれた子供は、 天文と同じようにガジュマルの木に居座り、人が来ると木々の間を飛び移って逃げ回る。このような時は、藁を鍋蓋のような形に編んでその子の頭に乗せ、棒で叩くと元に戻るという。大人でも意識不明にさせられ、カタツムリを食べさせられたり、川に引き込まれることもある。これらのいたずらに対抗するには、前述のようにタコでの脅しや、 藁を鍋蓋の形に編んでかぶせるほか、家の軒下に扉の枝や、豚足の骨を吊り下げる方法がある。ただし、見文のいたずらの大部分は、人間たちから、自分や住みを守ろうとしての行動に過ぎないので、いたずらへの対抗も見文を避ける程度に止めねばならず、あまりに旅が過ぎると逆に見文に立た,たられてしまう。剣文の由来伝説は、多々あり、以下のタコの例のほか、 福田明が挙げた4タイプがある。タコにいじめられ樹上生活に、藁人形の化身人間の化身孤児の指定、敷いたげられた嫁第二次世界大戦以後は、見聞はそれまでに比べて、あまり目撃されなくなったが、その大きな要因は、近年の乱開発によってガジュマルなどの住処を、失ったためと言われている。GHQ の命令で、天見大島に、仮刑務所が作られる際、 多くのガジュマルが伐採されたが、島民は、見文のたたりを恐れ、マッカーサーの命令だと叫びながら伐採した。後に、マッカーサーがアメリカで没した際、島民は、見文がいなくなったのは、アメリカに渡って、マッカーサーにたたっていたためだと話した。しばらく後にまた見文が現れ始め、見文がアメリカから帰ってきたと、噂が立ったそうである。見文の名は、 化け物、海の物の,の名前りとされ、得体の知れない霊的な存在を意味している。沖の選ぶ島では、ヒーヌムンと呼ぶ。別名として、クンモン、モクンム、ネブザワとも言う。また一説によれば、本来この妖怪の名は、かなでは正しく表記できない発音であるため、仮に、天文という表記を当てているとも言う。ありがとうございます。